はいどうもリンドです。本日紹介するのは九条丈太郎の第4部のコーデです。では早速見てまいりましょう。私ねジョジョが結構好きで、まあ好きなキャラクターは嫌いを仕掛けなんですけど、丈太郎は作れそうだなっていうのがあって作らせていただきました。では、妖精の姿見て確認していきますね。使っているのはこのような形、帽子はコマンダのキャップ、バンデットチェイン、トレジャーコートで、腕にねブレスレットをつけてたりするので魔物使いのブレス、そしてマスターシューズとさせていただいております。ちょっとね本編の九条丈太郎に比べると細いとは思うんですけれども、これは第4部仕様ではあるんですけれども、まあ、ちょっとね黒くするだけだったりとか青くするだけでも雰囲気が変わります。でどれもね変えれるので変えていただければいい感じになると思うんですよね。こういう形で、で下のトレジャーコートに関してもトレジャーでなくても原始銃のコートとか使っていただいてもいいかもしれないですね。でバンデットチェーンに関してもバンデットチェーンじゃなくてもどこに行ったかな、ハーフジャケットとかねこの辺使っていただいてもいいかもしれないです。これは好みですね。私は中が網状になってたのでこちらを使いました。こういう感じでね中がね。で足に関してもこう細かったりするのでこう太く見えるようなあのブーツを使っていただいてもいいかもしれないです。これに関しても好みにはなると思うんですけれども、まあ丈太郎らしさを出すには長蘭の感じを出すのにこう長くね腰の部分がなるようにしたりとか、あとは帽子をかぶったりって感じですね。これもコマンダーキャップだけではなくてオフェンサーキャップとか、まあ、今オフェンサーにするところ色逆なのでね黄色い方が出てきちゃいますけれども、コマンダーキャップとか他にキャップでいいのがなかったとは思うので使うとしたらやっぱりコマンダーキャップかなと思いますね。うん、そうですね、いい帽子は見当たらないんですよね。まあ本当のね本編の丈太郎でいくと髪の毛の半分が出ているようなこう不思議な帽子になってるので、まああれですけれども、まあそれに関してはねまあ仕方ないジョジョの世界の帽子になっちゃいますから、まあ、ここであるもので合わせるとこのような形ですね。これで爆裂剣とかするとすごいいいと思います。では早速ね全体を見ていきましょう。なんかいいポーズありますかね。バトルポーズとかいいかもしれないですね。では一周ぐるっと見ていきます。結構かっこいいですよね。後ろに来るとちょっと見えなくなっちゃいますね。はい、このような形ですね。では本日は九条丈太郎の、コスプレですね、ドレスアップですね、ご紹介でした。以上リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。